ギオーム・ギヨン・ロティエールはフランスの新古典主義の画家である。カリブ海のフランスの海外圏、グアドループのサンタンヌで生まれた。母親はグアドループの解放奴隷で、父親のピエール・ギヨンはフランス人の交渉人であった。1799年にパリで父親に認知された。 幼い頃から絵の才能を示し父親はフランスで教育することに、決め1774年にフランスに移った。家族の3番目の息子であったので3番目を示す。レータの名前を名乗ってルーアンに設立された美術学校でジャンバティスト・デシャンに学んだ。3年間の修行で技術は上達した。後にレータの名前の綴りはレシルに変えた。 王立絵画彫刻アカデミーの教授、ガブリエル・フランソワ・ドワイアンに弟子入りして働いた。1784年にローマ賞に応募し、2位となり、2年後、再び応募して入選しなかったが、ローマに留学した。当時ローマにいたジャック・ルイ・ダビッドと共に新古典主義のスタイルを発展させた。数年間ローマに泊まり、1791年にパリに戻った。 1807年から1816年まで在ローマフランスアカデミーの校長を務め、1818 18年にレジオンドヌール勲章を受訓した。1819年からエコールデ・ボザールの教授に任じられ、教えた学生にはイジドール・ピルスやテオドール・ルソー、ルイブ・ランジェラがいた。ありがとうございます。